この番組はサラダ先春の光、人オフィシャル YouTube チャンネルを金銭さんにお送りしますしずるかずまとフルーツポンチ村上のアーバンブルーラジオこの放送はザ森東をキーステーションにお送りしていますどうも村上ですどうもかずまです、えー、コーナーあのもらいましたはい えー、ちょっと、えー、まずね、うんえー、言わせんないのコーナー言わせんな、ね、よこんなこと言わせんな、ね、よあ<ー>あ<ー>はい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 、はい、村犬の、えー、これ村村んが言った方がいいかないや別にいい全種造パスタマシンさん、うんえー、いやもう今更って感じだけどでも言うわ <laughs> 天ぷらってめっちゃ しちゃ和食感あるけどポルトガルから来てるからもうこんなこと言わせんなよ。俺ね俺知らなかった知らなかった俺。でもなんかそうだよね海外からなんかだよねでもわかるわかるポルトガルなんだ。あまあまあちょっとあそあそういう風にもちゃんとあそっちのパターンもあんのか。

ノーマさんかなノーマさんね、あのね、もしかしてちょっとね、ちょっと違うかもしれない。ああ、でも一回、でも、でもね、この方はね、すごい。一番最初に、こんなこと言わせないのコーナーに、立候補させてくださいって言るから、しっかり、自分は、ままその、なんか、まだ、その、応募っていうところまで行ってませんよっていう、なんかその、立候補です。なるほど、その、だから、その、 付き合ってくださいではなくて、え、ちょっと、か、か、彼氏候補に、そうそう。立候補しちゃおうかなみたいな恋人候補にみたいな。友達ぐらいの。立候補するってことは、票は欲しいってことです。まあそうそうよ。だからこれで票もらったら、でもこれで起動修正して、で、次にまたチャレンジしてもらうってのもありだから。じゃ予選っていう感じで見ればいいのね。え、とりあえず5個送ってくれてる。すごい。なるほど。やる気は感じます。はい。え、え、犬がい、 いる家で蓋のないタイプの小さいゴミ箱に軽くゴミを入れておくとちょっと犬にかまってあげなかっただけで「あへえ俺のこと無視すんだじゃあ俺にも手があるんだわ」みたいなつらしてすぐゴミ箱あさり出すから「ゴミはゴミ箱の奥底に入れておけ」てか そもそも負担のあるタイプのでっかいゴミ箱にしろこんなこと言わせんなよ。<laughs> <laughs> エッセイ送ってこいって言ってないんですよわ <laughs> 分かんないけど知らないけど俺にかってないから。<laughs> だから,だからもう本当に本当に言わせんなよねだからそのなんかあの恥ずかしくて、うん、だから多分もしかしたらあのかなり。 深い部分自分の深い部分での話、うん、なるほど恥ずかしくて言わせんなよっていうなる,ほどなるほどそういうまあ、うん、まあ、まあ、まあいろんなそういう言わせんなよがあってもね、うん、あで,もあで,でもねだからあるんでしょそれはまあ一回この方だから、うん、あえてそういうのも投げてみたいな感じでしょ、うん、でまあうんいくようんええー、見せ玉だよね今のね,ねだから 目覚まし時計をアナログ時計にすると、明日早いから寝なきゃいけないって時に限って、耳元であいつが宝かとカチカチ音を鳴らして睡眠の邪魔してくるから、絶対に目覚まし時計はデジタル時計かスマホのアラームにしとけよ。こんなこと言わせんなよ。 まあまあ分かるんだけどもっとね分かるんだけどその素材をまだ素材の段階でこう何逆にいいやつなのかなざるに入ったんかこうちょっとあのちょっとしぶきがかかって野菜みたいなあのんか並び方もねんか前にちっちゃい並べてじゃみたいなもんで 落としてしまえばもうどこを探しても見つからないんだからぎゅっと握りしめておけよ。こんなこと言います。あまあまあでもあなるほどなるほどあまあ面白いけど面白いまあまあそういうちょっといいこと言う感じね。あなるほどなるほど。たでもでちょっと癖になってるかもしれない今。ただえ次のはねもう言わせんのよじゃない。行きますよ。言わせんじゃうん。 日本には、うん、木漏れ日って言葉があるけどな、うん、あれが日本にしかない言葉だからって浮かれてんじゃねえぞ。何でも略したり、言語化したり、誇張したりするんじゃなくて、それの美しさを心の中の宝箱にしまっておくのだって美しいことなんだからな。覚えとけよ <laughs> 覚えとけよってねえ、もう、自分のとこでやったよ。<laughs> ただ最後、村木。<え>最後。 こんな長文誰が読むかよ<あ>誰も読まねえよなのに読んでくれてありがとうだよこんな当たり前のこと言わせんなよあ,<ー>あまさかのまさかのだ <laughs> なんかまんまとだなあああありがとうございますありがたい、うん、なるほどねあ言わせんなよ意外とあ言わせんなよじゃあちょっとコーナー担当であっオーケー言わせんなよねちょっと考えてみて、うん、今後、うん、いやいい 言わせんなよ。あるね意外とそう一言で出たって確かにでもなんか種類はなんか色々ありそうだね。うんうんあなるほどなるほどはいいいですね。ありがとうございます。すみませんあだす。もうメトロンズがまさにえこれ流れてる時で言うとも今日からこれ今撮ってのが前日なんでだから明日からでね。そう二十四から二十四水曜日いやこれ本当にさまたなんか毎回うん。 もう何回目？もう六六回メトロンズ時代がうんなのにやっぱなんかなれないねなんかそうそわそわするっていうかあんかもう怖くてさいいじゃん全然全然いいえもう何回六回目とかになるのにそう6回目全然なるとそわそわするのそわそわしてもう怖いいいじゃんそれやだなマジでやだ やめてくんない。羨ましいわ。監督は怖いっつってたのに。<laughs> いやもう。えー、そうかそうか。いやもう結構稽古も、うん、もう一ヶ月。今回短かったんだよ稽古期間が。あまあ年末年始挟んだから。そう。であとやっぱあの猿、ー、ゴリラがさ。まあね。うまい忙しくてさ。 そうだよねだからそれによってでも大きくいろんなことが動いたでしょそうね。傾向もなかなかっていうのもあれば、うん、チケットの売れ行きがっていうのも、うん、そうあるし見に来る人がまたこのあ多分あのサルゴリラ優勝前に勝ってた人はきっとメタロンズ、うん、まあそもそも、うん、もしくはちょっとうっすら興味あった人だろうと。うん なんかサルゴリラが出るなら出てみようやたら言ってるしいろんなとこでっていうことで来る人が多分すごいいるから、うん、いや多いと思うんだよねコント見れると思ってる人もいるかもしれないですよねまあいやでもあるかもね、うん、だから一応演劇って言ってるし、うん、もちろんで、まあ、YouTube にも上げてるから、うん、メトロンズとして、うん、あの前の公演1時間弱のお芝居の動画上げてるけど、うん、そ,その人たちがあの。 どう思う思かでねそれ知,れ知らないで来てる人下手したらいるよね。いいいやいると思いますよ、まあもう来ちゃえばあそういうことなんだって、うん、まあなると思うんですけど、うん、今の来る前までは、うん、あっていう人もいるし下手すらチケットなんかすぐ売れちゃいそうだから買ってこないって人もいるかもしれないよね。はあなるほどね。リセールのホームページとかも持ってんだったら分かんないですけど。リセールああ。 なんかだからさ、今年はさ、えっとね、あのー、もう結構もうメトロンズにかなり力を入れていきたい年であるのよ。うん、よりね、より、ね。なんかファッション誌みたいなのにもなんか。 そうよなんか何俺見たぞ SNS でファッション誌と「純レッド」っていう純レッドただ俺ねこの「純レッド」ってでももうちょっと純が入っちゃってきてるからしかもレッドだからだからレッドシアターとか赤羽さんのえ <laughs> 村潤と赤羽さんのなんかですか、ね、えっレッドじゃないのあの二人のな、うん、赤羽のだけアルファベットにしちゃおうかっていうそういうあのダサい集団じゃないの、うん、仲良し仲良しだけどえなんか今もっかい一番あのなんかぶつかり中 <laughs> なんか軽ぶつかり大きくじゃない軽ぶつこの前もなんか SNS で軽ぶつかってたえっ何赤羽さんでも別にぶつかってるには見えないんだけど、うんうん、俺が見たのは分かんないこれ勝手な俺のあれだからね、うん 赤羽さんが多分なんあれかなあの,あの番組「ラビット!」だとは思うんですけど、うん、なんと番組でラーメン屋を高円寺のラーメン屋を多分紹介したんですよ。はい、寺で赤羽さんが好きになに何に屋さん何とかっていうお店をご紹介させてもらいました。はいうんうん ありがとうございましたみたいなまあこれはまあ普通に何でもないですよねこの SNS に対してインよりツイートでジュンさんがあのそれは俺があの教えてあげた店だよねとかなんか書いててそれはさあのえそれは俺教えてやったじゃんとかではなくもうちょっと全然全あ俺が教えてあげた店だよねだよねっていう感じわかんないよ活字だからねこれ俺が勝手に言ってますでもでもえどな えなって言って、うん、俺が教えた店だから「な」ちっちゃいつ「つ、えー」びっくりマーク2個とかじゃないんじゃないです。な,なんとかなな<ー>ちっちゃいやぐらいの、ね。そう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 。 にあってそこまでだったらまだ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 まあ全然全然匂うけどにおってるけどまあ別に気に留めるよ俺ここまでだったら気に留めてないと思うああまあンさん実際ラーメン好きだろうし本んに教えたんだろうからここに関しては別にまあまあよくある話というかこういうことってちょっとね教えた店だと言いたいジョークもあるしそれに対してさらに赤間さんが「 因よりついてします。その純さんの、はい、僕俺が教えた店だよなみたいな確か文言に対して赤松さんがあのちょっと痛いとこ出ちゃってるムラちゃんちょっと痛いとこ出ちゃってる。それはまずいそれ本当まずいよ。うん、で痛い,いでさんがさらに証拠にいい痛いとかよくわからないとかなんか謎ちょっとなんかこれ一連の軽ルブスかりしてましたね。 盛り上がってるね、と思ったね。メトロン。<laughs> <や>より、あのね、楽しみです。ジュンレッド。いやけ、その、それ、うん、軽ぶつかりかな、うん、本当に。俺、それ、うん、言葉が軽いだけで、うん、本当に思いっきりボディーブロー打ちに行ってると思う。ってるお互い。本当の <laughs> これがジュンレッド。<laughs> そう、これがジュンレッド。<laughs> これ、ジュンレッド、の。<laughs> いやこれあのー、やっぱちょっとそうだねやっぱ <laughs> まあでもコンビじゃないからいいよねコンビでこれやってたらあちょっとこの関係ケまずいなってなるじゃんいやコンビだったら逆に仲良くないまあそうか痛さが出てるとかいうのを SNS で見せちゃうっていうコンビ、うん、みたいな、うん、まあだからまあ純烈ドがいつもメトロンズのこ,これまでの過去の、うん、あのー、ほら 俺ファンだから見てたらみんなの,どこのメトロンズ近くなるとみんなの SNS も少しこうメトロンズ寄りにグッとなるじゃん稽古風景とかどっちかというとこうやっぱズマが今まで脚本やってきてた時に児玉さんと大体なんか本作りに行ってる喫茶店でとか,でなんかそういうグループ分けがあった感じだったんだけど赤羽さんとンさんはいつもなんか一緒にラーメンとか食べに行ってるなんか仲良しな。 イメージだったんだけど逆にだねなんかさあのこれそのわかんないけど俺よくよくあるっていうか昔あったのがこいつとは多分そんなに心の奥底で別に交わってないけどでもなんか。 う,う,うわ,うわっつらこの団体の中だったらこいつみたいな、うん、ある,あるでも、ねうん、なんかそんな,かなんかそんな感じなんだよ多分ラーメンで、うん、あの普通にたえもない会話はできるけど、うん、あのなんかちょっとこいつに注意されたら「うん何お前」みたいなっちゃうっていう。奥底では しまあ敵対ではないんだろうけどちょっとずつ気になるんだろうな譲れないんだろうでもいいけどあの二人なんかあれみたいあのたまにさ映画で俺好きなジャンルなんですけど、うん、小学生とか中学生のなんかひと夏の話みたいになるじゃないですか、うん、なんかひと夏の二人みたいな <laughs> そ,そういうすっごい些細なことで。うんうん だって別にそれ俺これでもしもいや別に二人が喧嘩してるとは言ってないですよ仲もいいと思うんですけどもしも片側から今の話の文句を愚痴を聞かされたら別に俺ら解決方法とかないじゃないですか何それって何が起きてんのって思っちゃうじゃんそのでもそれは分かんないのそのあのんての本当に奥底に眠ってる こいつにだけは負けたくないっていう、この部分で負けたくないっていうのがあるから。それが表面化した時に、なんでそんな怒んの?。で、こっちは。見てる方わかんないっていうか。でも、まあ、これはいい、でも、俺は、これはメトロにとって、すごくプラスなオールスパイスだと思ってるんで。これ。うん。やっぱり。ジュンレッ一のファッション誌だ。ああ、怖い、怖い。ファッション誌なんかやってたじゃん。その、でも、純レッドっていう雑誌がんだね。フで、そこで、そこが。 こっち側が頼んでか分かんないけどまあどうですかグッズ出すあグッズも出したんだそうえっと T シャツあっレッドでえ服のブランドあれ雑誌えっと俺まだでもグッズもトレーナーみたいなの出してたよねそうそう俺は売り切れたみたいなのかうんそうそう売り切れたの俺は正直分かんないから6枚ぐらいしか売ってないんでしょそんなわけないじゃん6枚騒がねえよあのうん

もう全然よく分かんないけどさなんか撮影してるさ六人でこうなんか写真撮ってる時にあの誰かがあああのじんちゃんかな田所ライスの田所が赤羽さんに「あじゃあゲンあのチンチン出しちゃえよ」とか言ってみたいなこで言ってわハハって笑ったのそしたらなんか純があの低い声で「あのチンチン出したい!」 そういうのやめろよじゃない今そういうノリじゃねえだろうゃあチンチン出したいだってそれでみんな「うん?」ってなってね。で玉さんが玉さんがなんかあの本当に出したいやつの怖い声だったっていここなら出してもいいのかもってなってチンチン出したいっていう赤間じゃない俺が出してなんか。なんか何か純烈とかじゃいですか赤間に出されるぐらいなら。 俺がってやっぱそン純ッドの戦いがあるからいやもうでもこんな話したら純ッドも関わってくんなくなっちゃうから今度書いてくんないかな純烈っていう話言われた純に純粋の純に赤って書いて純烈とあの二人で話しかけないいやもうそうだったらもうそれだったら赤羽さんと村上に書いてもらって それぞれの目線目線をねそれを大枠にはめるける超ギスギスしてねこれ一回心見てほしいあのもしかしたら本公演じゃなくてもいいけどあのやっぱりあの今ほらカズマって基本的にはさこうワンシチュエーションの細かいさそうねんか大事ではなくてこう些細な賠償なこうことをの中の 心のみ思いっきってジョン・レッドはもう完全なそういうにお「友情」とかなんか大きいおそうだね大きいテーマで、ね、友情とか嫌でしょだってあんまり本来はテーマとしては、えー、あまあ,、ね、あまあ、うん、だから一応こう等身大の、うん、俺らそれやっぱ30後半とか40手前ぐらいの人たちの、うんうん、なんかちょっとありそうな感じのシチュエーションっていうのだから、うんうんうん 友情とかしかもさそのぐらいの年の人の友情ものって意外にあるじゃんまあなんかあのる高校の同窓会であったとかあの何か葬式であったみたいな人たちの話はよくあるからあんまりやりたくないけど純烈だったらちょっともしかしたらかけすぎ純烈に関しては普通の友情じゃないと本当にやっぱんだこれっていうそうねでもみんな泣いちゃうと思うようん興味あるね うん。でも実はみんな実はみんなが陥りやすい純烈にねうん誰しもあんまりよくないから <laughs> 純烈鳥さんにブランドさんにとってすごいもうあの撮影もおしゃれにやってくれて。<laughs> これもう書いてる場合じゃないもんねこのタイトルで「ジュンレット」って書いたらその「ジュンレット」さんい <laughs> あ書いてくれたんだと思って見に行ったら全然違う「<laughs> うジュンレット」っていうなんか変な用語でいじってるって <laughs> でも本当に、うん、あのなんかすごいおしゃれな,ででなんかでグッズもなんか売り切れてうんすごいすごいですねありがたいよ いやーだからそのメトロンズもね、うん、まあ毎回毎回すごいなと思いますけど、うん、今回だからちょっとねチラシいつも書いてるじゃないですかああのー、村上さんのコメントもうでもね今回もチケットがもうほらあれってやっぱり売り切れてなかったからだ売り切れてるからあんまペンが走らなくてねなるはあ<ー>もうだってチケット売れてるしって思ってさいやでももうこれは ったら通過綺麗じゃないけどやっぱりその,あのまあね公演をやる上でそれは毎回こうついてくるっていうかう得点みたいなことだ一応まだね完成してないけどやるならだ,だから今日中に仕上げないといけないけどちょっとお願いしたいですけどねえー、っとだから毎回、えー、公演が始まる前に、はい、あ,あ,のあたかも見たんじゃないかっていうアメ、はい、映画とか 試写会で見た人のコメントを宣伝で文句で使うんですけど、うん、そういう感じでチラシ作って全く見てない全く見てないないけどあとで、うん、言ってる人も全部架空の人物で、うん、全部ね、うん、やってるっていうのがただ,ただこれが、うん、あれこれ見たんじゃないかって思わせられるような、うんうん、そうそうそうっぽい批評というかね、うん、あれ あ、これか。うん、一応、だから、まだ名前とかも全然ないし。あ、まあ、まあ、まあ、一応、こんな文言とかどうかなっていうのは。日本語を贅沢に使ってる。<笑><笑><笑>いい。<laughs> あの、本当に。じん、うん、ジンちゃんの台本、本当に贅沢に使ってる。から日本語をすごい贅沢に使ってる。すごい。 てかどの作品でも基本別にあの貴重な日本語とかないからね。うん、そうね。お玉ってすごいよ。高い値段ついてるどれにも。確かにね。でも贅沢に贅沢に使ってる。はいはいちょっとお願いします。鉄棒した後に手に残っている鉄の匂いあるだろ？あれ。ああ、あれ。 そっっっか、うん、鉄をしたんだろううなてていいに残っている、うん、何かの鉄の生臭さんなのか。うん、で人によっては、うん、人によってはあれってこの匂いあんま好きじゃないな、うん、えその作品が好きだじゃないとかじゃなく、うん、なんかもう心の疲れちちれゃって、うん、だからまあそういうことだろうねメトロンズ見終わった後とに<ー>鉄だから別に。 いいい匂ではなないいじゃですもあ僕は明らかにこの鉄を触ったんだというこの俺はここに体験がう匂いとして残っているというあれですね何かちょっと変わったんだろうなやる前とやったあとであとこれあの「丸っていうのはこの空白の丸あるじゃないですか穴埋めの「○○」が○○だったかっこ○には同じ言葉が入ります。 これはもう皆さんの中でその何がその正解は皆さんの中で埋めてください。まるまるがまるまるだった。まるまる同じ言葉が入ります。だからメだからメトロンズがメトロンズだったでもいいし。でもかもしれないしね。ね、うん、それはまあ、うん、あんまり僕がここで答えあまあそう言っちゃうのね。うん。であのー。 実際、実際ね、これこれ冷めるけどね、実際、あの、まだやってないから、もう〇〇が〇〇じゃん。僕はこのまんまじゃん。今はね。今はね。それ各々が埋めて、あ〜、あ、あそれいいね。ちょっとグッズ、なんかないかなぁ。のモン見てないモンゴのグッズ。いや、だって、俺さ、俺さ、たまにさ、これ、ちょっと話かっちゃうけどさ、その、俺ね、これ、 お前が思ってるより村んが思ってるより周りの人が思ってるより俺これ結構感銘を受けてるっていうかこのコメントこれ俺本当にめちゃくちゃ楽しみなのよ。でやっぱりやってダマさんもこれめちゃくちゃ楽しみにしてんだよ。でならメトロンズみんな毎回裏でんかうるせえなっつって。 何なんだよよこいつよってでも <laughs> <ー>でも意外となんだもうあそんなやあともないですけどなんかなまだ、うん、あとビンゴ大会とホワイトタイガーがすごく好きなことを思い出したえビンゴ大会,と大会とホワイトタイガーがすごく好きなことを思い出したそれのこの人が、うん、誰なんだろうこれビンゴ大会えっビンゴ大会 まあこれ本当はもう前半にもうちょっとつけるかどうかなんだけど、うん、こうやっぱりさ,ささやかさとかがいいと大人になるとこうわびさびとか、うん、こう渋いのが、うんうん、好きっていうふうになりがちだしそれも正しいと思うんだけどいやいや待ってよやっぱり俺ただただビンゴ大会とか <laughs> ホワイトタイガーっていうのが <laughs>、はい、好きでそれの好きを隠す必要ないじゃんっていうか。 自分の子供っぽさみたいなのもあるしねあと本当の気持ちみたいなね <laughs> ああいいねあ,あとはまあまあなんかねなんかあとまだちょっともうちょいうまあこれのはベ,ベタすぎるってちょっと多分没だけどメトロンズのライバルはメトロンズとかね<あ>これちょっとね<ー>メトロンズの

ここに書かれてないものを、こう想像させる。こう、やっぱ着火装置い、ね。いや、なんか話したくなるもん、そ、それについて。うん、で、また公演前だからこそ話したくなるっていうか、その、そうね。うん、あ、いいね。あ、装置ってのもいいね。うん<ー>、メトロンで装置はあ。はい、はい、はい、はい。装置ね。うん、要は現象っていうか、装置んだっていう。うん、私たち何かをこう、うん、そのスイッチ入れるっていうか。うんうん、ああ、いいね。あ。 ああとれだこれねちょっとバーサスにしようか「と」にしようかすっごい迷ってんだけど「何々サス何々」みたいな感じで「と」にしようか「と」で一回一回してください人格と人格ああはいはいはいああいいねはいはいはいこれ今人間バーサス人間とかあったじゃないですか人格っていう言葉がなるほどね人格ねああいいねああうん あ,あいいなあとはね寄せ書きを、うん、寄せ書きをなんか平気でタて、うん、るみたいな,なんかそういうなんかね,かねあその辺はちょっとあうんまあまあその辺ですね。うん 怒るようなまあねそうそうだからそっち系もっとあっていいんだけどね内容に触れてない、うん、内容に触れてないというか単純に面白かったの言い方を変えてるバージョンね何かねそっちのね、うんうん、そっちもいいんだよねなんか実際見た人になんかつ書いてもらって並べたいね。うんうん、そうねで 最,これ最悪だけど、混ぜる <laughs>、ね。で、どれがどれが,、うん、どれがこれ、誰でしょうかう。見てないのに書いた人でしょう。う <laughs> 一個だけ見てないのに書いた感想が混ざってます。<laughs> 当ててもらおうか,もらおうかな。クイズ、クイズ。<laughs> あいいねああでちょっと今回もちょっとあのまあちょっとまあ少ないかもしんないけどじゃあちょっと頑張って今日中にあげるしかないねうんちょっと今日中明日始まるまでだねうんそうねうんちょっとお願いしたいねうんあとあれはどうたまに「漢字二文字」シリーズもよくやってるじゃないあいはいはいはい。ああでもえっでも「開幕」での「開」 開くにに怪物の会に巻くってて書いいいいいあるね、うん、なんか、うん、俺俺そ,そいつは、うん、多分。 あのそいつの作品俺見ないもん <laughs> 開幕自分ら側が言ってたらねその <laughs> そのメトロンズ側がチラシに何,、うん、何月何日開幕って書いてたらまあ <laughs> それは絶対見ないじゃんそんなつまんないやつ <laughs> あえてそういうのやろうかな一個一個だけメトロンズが公式で打ち出してるみたいなものでした <laughs> ああいいね、うん、あそれ <laughs> あその目線もいけるねうん,うん開幕あ いいね、全部やっちゃってる感じの。うん。ああ<ー>。月齢とか書こうかな。<laughs> その、その三日月とか満月とか。一月何、何 <laughs> 三日月の日、開、開幕。<laughs> ひでえ。<laughs> 書いてほしいな。その、全部その、あの、あるじゃないですか。あの、日に、あの,何てうの何月、何日何時からとかっていう、うん、あそこの部分あるじゃん。うん、はい、あるね。あそこに全部その月齢書いてほしいな。月の、その、

今ね。はい。でも配信でも見れるんですね。そうなんですよ。配信もあります。はい。え、配信が、え、決まってますよ。はい。あ、何日かはい。え、それアーカイブも残るやつでしょえー。生じゃんだけじゃなくて、あの、リアルタイム以外。うん、うん。え、多分。うん。え、1月24日の初日。これ生配信ありって書いてあるから、そうだよね。あはいはい。と、え、27。 うんカメラありって書いてあるからそうだね十四と二十七は配信ありはいありですはいおそらく多分その当日じゃなくても見れそうかなわかんないけどねそうねうんあの多分ねえあれだよなんか何日までまで見れた過去はありましたありましたあじゃあそうですねえっとワンカメが1 0 0あれ 円と収録済みの映像あだからごめんごめんあっ29日29日配信開始だえっとだから24日がンカメはいカメラが1台だけで固定でちょっと離れたところからこれが1000円で1月29日のがじっくり見られるカット割り映像配信これが2500円はいでえ これが収録済みの映像を配信するっていう。はい、はい、なんで編集済みなんで、はい、はい、ぜひもし。えー、余裕があったら、お願いしますお願いします。いしますはい。というわけで。はい。ございまして。はい、以上フルーツポンチ村上でした。はい、しずるかずました。ありがとうございました。この番組は。さらば青春が光。おっしゃるユーチューブチャンネルをピンテンションに。お送りしました。